能動スコープカメラは、倒壊建物内に取り残された要救助者を捜索することを目的としたレスキューロボットです。独自の推進機構で幅3センチメートル程度の経路を能動的に侵入して先端のカメラで映像を撮影することができます。このスコープカメラのケーブルには毛がついておりまして、その毛を振動させることによって推進力を得ます。そして今までですとすぐに引っかかってしまったんですけども、力を持つ推進力を持つことでどんどん自分で入っていくというものです。全体を繊毛で覆っているので、ケーブルのすべての部分で推進力を発生することができ、形状が均一でない瓦礫内においても一部が接触していれば推進することができます。挿入部の長さは5メートルもしくは8メートルで、先端部には首振り機構が搭載されています。また手元のケーブルをねじることによって進路を大きく方向転換できます。今共同で企業と実用化に向けて、来年の商品化を向けて開発を進めております。で、現在の段階はプロトタイプを消防隊とかですね、アメリカのフィーマの隊員の方に、使っていただいて、そのコメントをいただいて、改良を進めているところです。Digging for News